はい、だんだんどうもガオチュでございます。変なとこまで来てしまいました。嵐山高尾だったっけ、パークウェイ、はい、そんなところ来てしまいましたが、まあ途中で一回止めます。止めますなのか、それとも一回すんのか、まあ途中で止めます。今日はイベントってことで、箱根でイーストポンプしちゃって、いやことのついでだから確か嵐山で、コンプリートのステッカーくれるみたいなことがあるので来ちゃいました。はい、ってことで、ジャパン峠プロジェクトの、2023イースト東のコンプリートしてありますのでその感謝祭に行ってみたいと思います。ここのパークウェイも初めて来るんですけど、来るつもりなかったんだけどなまあいいや、はい、ってことでもうちょい行ったらあの会場なのでそこに入りたいと思います。いろいろとあのなんだ会場の様子は顔がどうのというナンバーがどうのこうのという条件があるのでいろいろとめんどくさいので、会場の中は撮影なしということで、はい、やってまいりましたよし、ここで一回ビデオ止めます。そっちの方がいいかな。あ、ことのついでそっちの方がいいかな。はい、ってことでコンプリート祭、行ってきました。うまくビデオをつないでいけるかな、はい、ってことでパークウェイ、これ俺来た道かな来た道の方かなじゃないと思っているいて喋ってますが、はい、いや長いをしてしまいました。予定よりちょっと時間オーバーってことで、なんだったっけ話が全然、もう最初の話を思い出せない。
まあいいや。ああ、ってことで、何だったっけ、ここの道。忘れちゃったよ。道の名前忘れちゃったよ。まあそこを、はい、走って帰ります。いやー、なんか久しぶりに見た顔もいっぱいありましたね。ありましたねっていう言い方も変か。久しぶりに会えたお方、まあそこそこ話できましたかね。ってことで帰ります。このまま、ガソリンも途中で入れなきゃいけないし、お金も下ろさないとね、高速使わないと多分今日中にはもう無理なので、はい、どっかで金沢かな、金沢富山あたりは高速、なんか音がした、高速道路を使わないと帰れない、まあ夜中になっちゃいますけどね、多分渋滞してるでしょう。ということで、いやー、この道も面白いな、やっぱ、楽しいっす。マジ道の名前忘れちゃったよ。ダメだな、年のせいにしちゃいけないんですけど、年のせいにしたくなる、そんな感じです。これ県道でしたっけね、国道で、県道何号線だったっけ。まあそんな感じで紅葉は全然進んでない。まあ一部ちょっとだけ紅葉始まったぐらいですね。いや、この道何キロぐらいあるんでしたっけ。俺道の距離も全然見てないから分かんないんですよね。いやでも清滝不動院ってのかな、なんだろう、はい、この辺、パーキングで物見櫓が立っております。ああ、これから、あ、こっちはね、こっちは、これから新潟まで帰るわけなんですけど、距離がね500キロ以上あるんですよね。それを全部下道で帰ろうなんていうバカな考えを起こしてるんですけど、まあその辺はちょっと臨機応変に、まあ先ほど言いましたけど、金沢市内とか富山市内、あの辺は多分めちゃくちゃ渋滞するんじゃないかなという予想なので、高速使おうかなーなんてね考えてます。あまり使いたくはないですけども、背に腹は変えられないかなっていう。落ち着いたら夜が明けたなんてのは嫌ですからね。やっぱり寝るときは暗い方がいいし、まあそっからね2時間3時間で外は明るくなっても寝ていられればそれでいいかななんて思いますが、あ、まあそれでちゃんと睡眠が取れて体が休まればそれに越したことはない、そんな感じでございます。いや、ああ眠い。昨日は昨日というか今日は今日で、
3時間ぐらいしか寝てなかったですけどね。うん、まあ途中ちょっとあくびとかも出てましたけど、まあなんとか、うん、なんとか時間は過ごせました。はい、てなわけで、もうマジでマジでどこで終わるんだいこの道は。あと何キロなんだい。お、ここ何カート場なのか。あ、そんなのが途中にあるんだ。ほう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 。紅葉が綺麗だったら走っててもうちょっと気持ちいいんだろうな。もうちょっとというかさらに気持ちいいんだろうな。いや、いや、まあ本当楽しいね。お、この辺紅葉いいな。ちょっとだけですけど赤くなってきてる。ん？なんかあの左の方に池が見えるんですけど、もうちょっとしたら見えるかな。いやー、天気が良くてありがたかったですね。まあちょっと雲がね、太陽にかかるとちょっと風が強いんでちょっと涼しいなーなんていう感じでしたけど、まあそれでもなんだ、雨は降らずに、まあ朝方降っちゃいましたけど、雨はほとんど気にせず、うん、よかった。ミーティングとしては、ミーティング違うな、お祭りとしては良かったんじゃないかなと、そんな風に思います。まあこれからどうなるかわかんないですけど、多分時間までは持つでしょう。あと1時間半ぐらいですから、といったところで、これ右の方に池があるはずなんだけど見えねえな。残念。はい、そういった感じで走り続けておりますが、でもこれ楽しいよね。トイレ、ん？トイレ看板がありますね。なんかこの辺なんかバーベキューっぽい、バーベキュー特設コーナーみたいな書いてありましたね。おお、この雰囲気いいな。こう道路に木が覆いかぶさって、夏はこういうところはねありがたいですよね。木陰で、涼しく過ごせる場所、そんな感じです。あ、なんだかんだ話しててもうちょっとで終わりなのかな。どうなんだろう。なんとなく地図上には太い線が現れてきたので、多分県道か国道でしょう。県道も2桁とかそういうやつかな。それとも国道の、3桁国道かな。はい、
前奏者がいますが、あ、もうちょっとで終わるみたいです。次なんかヘアピン1個過ぎたら終わりそうです。あ、結構今日集まったんじゃないかな。入れ替わり立ち替わりがどうだったかはちょっとわかんないですけど、5、60人来てたんじゃないかななんて思います。はい、まあそんなイベントでございました。ってことで、もうそろそろ終わりですね。はい、もう民家が見えてきて、はい、ここまではガオチョでございました。また次回の動画でもよろしくお願いします。ここはゲートは素通りでいいのかな。はい、入るときだけお金払うのかな。ってことで、ここまで長々ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。